選手、今西康明選手、中山武雄選手、青柳選手、そして藤田幸太郎選手、川内正樹選手との8人が勝ち残ってきたわけでございますが、まずその準々決勝の第1試合であります、最初の試合であります、坂本健二選手とそして杉原選手の対戦であります。吉木さん、これはなかなか面白い試合になりましたね。そうですね、はい、さあ試合開始であります。面白い試合になっていると思いますが、赤が杉原選手、はいはい、白が坂本選手であります、はい、そうです。激しい攻防であります。さあこれで杉原選手の、顔面への強打ですね。今の顔面への強打が注意されます。そうです。試合続行であります。顔面への強打は反則であります。さてまた激しい攻防であります。杉原選手、杉原選手の上段蹴りですね、決まりました。一本勝ちであります。さて、最初の試合杉原選手が勝ち残った後、今度は西村和幸選手、これが白であります。西村和幸選手、今西康明選手の赤の帯の方は今西康明選手であります。これが今西康明選手であります。吉木さん、はい、これもまたなかなか面白い試合ですが、ですね、西村選手がよく上がってきましたですね。そうですね、もうほとんど今の2人の実力